はい、こんにちは、116インズです。シーズンもいよいよ終盤戦に差し掛かり、タイトル争いが非常に激しくなってきましたね。特に熱いのがナショナルリーグのサイヤング賞争いですね。メッツのジェイコブ・デグロム、レッズのトレバー・バウアー、そしてカブスのダルビッシュ・ユー投手と3人の投手の防御率がそれぞれ 1.69、1.74、そして 1.77 と非常に僅差かつハイレベルな争いが繰り広げられていますね。本当にどの投手も素晴らしい成績を残していますので、本当に誰がサイヤング賞を最終的に取るのか全く予想ができないようなここまでの展開となっています。少し前まではダルビッシュ選手が一歩リードしているかなという印象だったんですが、9日のレッズ対カブス戦でバウアーがダルビッシュ選手相手に投げ勝って、一気にサイヤング賞の争いが分からなくなった印象ですね。今回の動画では3人のサイヤング賞候補の今シーズンを簡単にご紹介するとともに、近年の傾向なども見ながら最終的に誰がサイヤング賞を取れそうかを考えていきたいなと思います。はい、まずはメッツのジェイコブ・デグロムですね。2018年2019年と2年連続ナショナルリーグのサイヤング賞を受賞しているピッチャーでして、今シーズンもサイヤング賞に輝けばなんと3年連続ということになります。デグロムの凄さに関してはもう皆さんご存知かとは思うんですが、ただ今季はさらに進化を遂げまして、先発投手ながら速球の平均球速はなんと 98.4 マイル。ほとんどリーフピッチャーのような平均球速で先発として勝負しているんですから、さすがに MLB のバッターといえど、なかなかデグロムを攻略するのはやはり難しいことなのかなと思いますね。変化球もスライダー、チェンジアップはどれも1000球の球種でして、現在の MLB の最強右腕と言っても過言ではないでしょう。ただこれだけすごいピッチャーなんですが、なかなか勝ち星には恵まれなくてですね、2年連続サイヤング賞を受賞した18年は10勝、そして昨年も11勝と、なかなか味方の援護がついてこないのが少しかわいそうな点ですね。で、今季はここ2年間と比べますと援護点はもらえているんですが、ただデグロモの後を投げるピッチャーがことごとく打たれるなどのケースがたびたび見られまして、これだけすごいピッチングをしているんですが、ここまで3勝にとどまっています。はい、続いてはカブスのダルビッシュ有投手ですね。カブスに移籍してからのダルビッシュ投手は怪我などもあってなかなか思うような成績を残せない時期もあったんですが、昨年の後半戦13先発で防御率 2.76 と安定したピッチングを見せますと、今シーズンは開幕戦こそ4回3失点でしたが、その次の登板7月31日の登板から9月4日までの7登板7連勝と、昨年の後半戦以上の内容をここまで残してサイヤング賞争いに加わっています。この7連勝期間中1試合2失点以上した試合は1試合もなく、相手バッターを寄せつけないようなピッチングをしていたのが非常に印象的でしたね。で、このダルビッシュ投手の活躍もあって、カブスは現在地区首位、昨年の地区優勝カージナルス、ワイルドカードでポストシーズン進出を果たしたブルワーズ、そして大補強を行ったレッズと非常に実力が拮抗した中地区の中での首位ですから、非常に価値のあるものなのかなと思いますね。ダルビッシュ投手はレンジャース時代の2013年にサイヤング賞投票2位に入ったことがありますが、今年日本人史上初のサイヤング賞受賞に非常に期待がかかります。はい、そして3人目はレッズのトレバー・バウアーですね。昨年の夏のトレードデッドラインにインディアンスからレッズへトレードされたバウアーなんですが、移籍後は防御率6点台と本来のピッチングを披露することができませんでした。ただ今シーズンは特にフォーシームの回転数が急上昇しまして、この結果成績が V 字回復、開幕4先発目まで防御率0点台と抜群の成績を残し、このままサイヤング賞も取ってしまいそうな勢いを感じるほどでしたが、ただそこから3連敗を喫しまして、少々サイヤング賞争いから後退した印象がありました。ただ9日のカブス戦でダルビッシュ投手相手に投げ勝ちまして、再びデグロム、そしてダルビッシュ投手とのサイヤング賞三つどもえの状態に戻ってきたなという感じがします。ちなみに全然関係ないんですが、バウアーが YouTube チャンネルに上げている今シーズンの彼の生活を映したブログは非常に面白いのでおすすめです。ということで今シーズンの活躍からも、この3人のうち誰がサイヤング賞を取ってもおかしくはないというふうには個人的には考えているんですけれども、ただサイヤング賞というのは記者の投票によって決定されます。なので記者の人たちがここ数年間でどういったピッチャーにサイヤング賞の票を投じているのかを知ることで、この3人のうち誰がサイヤング賞の可能性最も高いのかが分かってくるのかなと思います。ということで次から直近3年間のサイヤング賞の投票状況を見ていきたいなと思います。はい、まずは2017年から見ていきたいなと思います。
この年はマックス・シャーザーがサイ・ヤング賞を受賞しまして、で2位がカーショー、そして3位がストラスバーグという結果になりました。この年のシャーザーは奪三振、 WHIP、 そしてウィンズ・アボブ・リプレイスメントがいずれもリーグトップ、そして防御率もリーグ2位の成績を残しています。で防御率についてはサイ・ヤング賞投票2位のカーショーが 2.31 とシャーザーよりも良い成績を残しているんですが、ただシャーザーと比較して25イニング少ない175イニングしか投げていない点が個人的には響いたのかなと考えています。この年のカーショーがシャーザーと同じぐらいのイニング数を投げて、でさらに防御率で上回っていたら、もしかしたらカーショーがサイヤング賞ということもあったかもしれませんね。続いて2018年はジェイコブ・デグロムがサイヤング賞を受賞しています。この年のサイヤング賞投票はかなり成績面でインパクトを残した選手がトップ3に並んでいまして、サイヤング賞投票2位のシャーザーはこの年300奪三振を達成していますし、3位のアーロン・ノラについては2010年代唯一のウィンズ・アボブ・リプレイスメント10を超えるという成績を残していますので、数字面でのインパクトであればシャーザーやノラが例年のサイヤング賞投票ならサイヤング賞を受賞してもおかしくはなかったのかなと思います。ただこの年のジェイコブ・デグロムは防御率 1.70 でリーグぶっちぎりの1位、さらに奪三振はシャーザーに次ぐ269でリーグ2位、ウィンズ・アボブ・リプレイスメントについても 9.9 と、ノラにわずかに 0.3 及ばずリーグ2位とトータルで圧巻の成績を残しまして、最終的にサイヤング賞を勝ち取りました。個人的にこの年のデグロムがサイヤング賞を受賞できたのは、防御率が他のピッチャーと比べて突出して良かった、特に2位のノラと比べても 0.7 も差をつけていましたので、まあ、ここの傑出度と、で、さらに他の項目でもトップ3に大体入っていた点が、デグロムの受賞を後押ししたのかなと考えています。そして最後に昨年の投票結果を見ていきたいんですが、昨年もデグロムが受賞しまして、2位がリヒョンジン、そして3位がマックス・シャーザーという結果になりました。まあ、昨年に関してはデグロム一択だろうというピッチング内容でして、デグロムは奪三振、ウィンズ・アボブ・リプレイスメントがリーグトップ、そして防御率はリーグ2位でしたので、1位票も30票中29票を集める結果となりました。まあ、防御率については2位のリヒョンジンが 2.32 でデグロムを上回ったわけですが、ただデグロムも防御率 2.43 とリヒョンジンと比べてもそこまで大差ない成績を残していますし、また17年のカーショーと同様にリヒョンジンについても1位のデグロムと比べてイニング数がやはり少ないという点が少々ネックとなったのかなと考えています。なので直近3年間の投票結果の傾向からも考えますと、防御率は必ずしもトップである必要はなさそうですね。防御率トップでサイヤング賞を受賞したのは2018年のデグロムのみ、17年のシャーザー、19年のデグロムはいずれも防御率2位でしたので、必ずしもトップである必要はなく、まあ、トップ3に入っていればまあ OK かなという印象が個人的にはありますね。もちろん18年のデグロムぐらい防御率がズバ抜けた存在であれば、それがサイヤング賞の決め手となる可能性もあるとは思うんですけれども、ただ何とも言うようにトップである必要は全くなくて、今年の防御率のトップ3の競り具合を考えますと、防御率が1位だからサイヤング賞ということにはならなそうですね。一方で奪三振は非常に重要視されているんじゃないのかなと思いますね。2017年のシャーザー、そして2019年のデグロムはいずれも奪三振がリーグトップ。やはり三振の多いピッチャーというのは、いわゆるエースというような印象を植え付けることができるのか、こういったリーグで一番のピッチャーを決める際の投票においては非常に有利に働くのではないかと考えられますね。ただなんとも厄介なことに、この3人の奪三振数はデグロム70、バウアー71、そしてダルビッシュ投手72とほとんど差が出ていないというところですね。純粋に奪三振数だけを評価するのであればダルビッシュ投手となりますが、ただデグロムもバウアーもダルビッシュ投手と比べて1先発少ない状態でダルビッシュ投手とほぼ同じ奪三振数を記録しているわけですから、この短いシーズンで奪三振数を評価するのか奪三振率を評価するのかは、もしかしたら記者によって分かれるところかもしれませんね。そしてもう一つ、近年選手を評価する上で欠かせない指標としてウィンズ・アボブ・リプレイスメントがあるわけですが、ここ3年間のサイヤング賞受賞者、2018年のデグロムがわずかにノラに及ばなかった以外は、以前もウィンズ・アボブ・リプレイスメントがトップの選手がサイヤング賞を受賞しています。この動画を作る時点で9日の先発結果を踏まえたウィンズ・アボブ・リプレイスメントは確認できていないんですが、9日の試合開始前の時点ではウィンズ・アボブ・リプレイスメントはダルビッシュ投手、デグロム、そしてバウアーの順番となっています。奪三振数がリーグトップであること、そしてウィンズ・アボブ・リプレイスメントについてもこの3人の中で一番高いということも考えますと、この三つどもえの中では現状ダルビッシュ投手がややリードしている状態なのかなと言えるのかなと思います。ここまでがナショナルリーグのサイヤング賞争いの現状となりますが、気になるのは残りの先発機会ですよね。仮に中4日ローテーションを4人か5人で回していった場合、
ダルビッシュ投手とバウアーは残り3回、そしてデグロムは4回先発機会が残っています。デグロムは当初12日の先発予定だったんですが、これが1日前倒しとなって11日先発となりまして、今シーズン残り4先発することがほぼ確定となりました。デグロムは現在70奪三振でリーグ3位につけていますが、ダルビッシュ投手、バウアーと比較して、残りの試合で1回多く先発することができますので、もしかしたら最終的に奪三振数トップに躍り出る可能性があるのかなと考えています。となればデグロムのサイヤング賞の可能性は、もしかしたら他の2人よりも高いのかもしれません。ただ個人的には、やはり日本人選手史上初のサイヤング賞を取る姿っていうのはぜひ見たいですし、ダルビッシュ投手にもぜひ頑張ってほしいなと思っています。またバウアーについても、ものすごく個人的な興味ではあるんですけれども、サイヤング賞を受賞した時にブログでどういった報告をするのかっていうのは非常に気になりますので、バウアーはこのままいけばデグロム、ダルビッシュ投手と比べて1先発少ない11先発でシーズンを終えることになりそうですし、まあ、もしかしたらそれがサイヤング賞を逃す要因となってしまう可能性がちょっとあるんですけれども、ぜひバウアーについても頑張ってほしいなと思っています。ちなみに皆さんは誰がサイヤング賞を受賞すると思っていますでしょうか？ぜひコメント欄で聞かせていただけると非常に嬉しいです。サイヤング賞誰になるんですかね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。